まわりのように明るい笑顔を咲かせたい、エレピョンこと13歳の小野エレナです。よろしくお願いします。今まで AKB たくさん曲があるんですけれども、はい、一番好きな曲って何なんですか？私すごい明るい曲が今までずっと大好きだったんですけど、今回も軽蔑とか制服とかちょっと大人っぽい曲が多かったので、リンゴはすごいなんか爽やかで大好きです。はい。それってエレピョンというとなんかこう、はい、ツインテールっていうイメージがあるんですけども、今日はまたちょっと可愛い感じでいつもと違った髪型なんですけど、してみたんですけど、はい、毎日ツインテールしてるわけですけれども、正直お客さんも飽きるんではないかなと思って今日は気分的に、はい、お団子にしてみました。今日のファッションのポイントはどんなところですか？これアジアテイストを取り入れて、これ、はい、これなんかブーツとかもこう可愛いんですけど、これお母さんがなんかのお祝いだったんですけど、なんだっけ、あ、そうだ、あの CD 発売のお祝いで買ってくれたんですよ。それは何の CD の？ビンゴです。お母さんも好きで、で2人ともずっとシングルにならないかなってずっと言ってて、でビンゴがシングルになって、おめでとうって言って、このビンゴの公演をやってる時2回ぐらい見に行ったんですけど、1回目の時にこの振り付けがすごい可愛いなって思ったのと、歌が歌詞がすごい好きになって1回覚えようと思って頑張ったんですよ。で2回目に行った時にあのメンバーのやってるの見ながら一緒に踊って、すごい楽しくてずっと一緒にやりたいなって思ってたので、今回ひまわりでできることになってすごく嬉しいです、はい、というわけでエレピョンのインタビューでした。ありがとうございました。今後とも小野エレナをよろしくお願いします。バイバイ。